小松洋平は日本の男性プロレスラー。新日本プロレス所属。宮城県栗原市出身。血液型大型。2017年10月に外線帰国して以降、名前の一部をアルファベット表記にした用のリングネームで活動している。プロレス好きな父親の影響で3歳の頃からテレビで観戦するようになり、公務員を務めていた父親が勤務する役場の 体育館に道のくプロレスが巡業に来た際には観戦に行くなど小松にとって幼稚園の頃からすでにプロレスファンと化していた当時は武藤刑事のかっこよさとザグレートサスケの空中殺法に凄さを感じていたと10回している中学1年生の時いつものようにテレビでプロレス中継を見ていた小松はこのリングに上がったらどんな気持ちになるのだろうと 今まではいたことのない感情が芽生え始め、そこから一気にやりたいという気持ちに変わり、プロレスラーになることを志すようになる。それまで活動していた野球部を退部すると、レスラーになるには格闘技経験があった方が良いと考えた小松は、中学1年の冬から柔道を始める。高校はレスリング部のある学校を自らの手で探し出し、と、その結果、 スポーツ推薦で同行に進学。実家から遠い場所に学校があったため、親元を離れて、下宿生活を開始した。3年間真面目にレスリングに打ち込んだ小松は、地味と発言する一方で、入門してからレスリング技術が必要な場面があるので、下地として経験して間違いないと振り返っている。高校卒業後、心の隅にちょっと不安がある。もう、 少し体を作りたいという思いがあった小松は、東洋大学白山キャンパスの法学部に入学し、上京して寮に入る。なお、大学3年生の時に、新日本プロレス入門テストを受けて、合格を果たすものの学業を優先したことで辞退。大学を卒業した2011年に再度テストを受けるが、その年は、身長が足らなかったことを理由に、書類選考を通過することなく、 不合格に終わった。暗証に乗り上げた小松だったが、自身の元に届いた不合格通知の封筒の中に、三沢武氏が立ち上げたプロレス学校の案内書を発見する。父親から入学資金の援助という後押しを受けて、プロレス道場ヤングライオンクラスに入学し、同校でコーチを務めた広斉藤からロープワークや受け身といったプロレスの基礎を学びながら1年間通う。 ヤングライオン時代2012年2月、新日本の入門テストに合格。同年11月19日の渋谷アックスで行われた若手主体の工業ネーバーにて、渡辺交渉を相手にデビュー戦を飾った。2013年10月25日、串田のパートナーとして、スーパージュニアタグトーナメントにエントリーしたが、ブシアンバリエンテ組に敗れ、1回戦敗退となった。 12月23日、年内最終工業における試合で、田中翔と対戦。逆肩エビ固めでギブアップを奪い、初勝利を収めた。2014年1月3日、リハ有明で開催された大プロレス祭り2014で、翌4日のダークマッチに出場予定とされていたタイガーマスクが、盲腸のため欠場。これを受けて、急遽、 東京ドーム出場権をかけて田中と対戦。この試合に勝利を収め、デビュー1年3ヶ月で、レッスルキングダム8に初出場を果たした。2015年1月4日、東京ドーム大会における第0試合、ニュージャパン乱暴で、バトルロイヤル形式ながら、プロレス学校時代のコーチである、広斉藤と初対戦した。5月、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場。 大会前には優勝を宣言するモリーグ戦前敗で予選敗退。11月17日、DDT の後楽園大会に参戦。田中博とのタッグで原島大家健と対決。原島の青馬頭を受け止め逆エビ固目に切り返すなど前線したが、最後は原島の青馬頭に沈んだ。無期限海外遠征2016年1月。 CMLL ファンタスティカマニア2016での試合を最後に同期の田中と共に CMLL への無期限海外遠征が決定した。リングネームは風人。2016年2月2日、アレナコリセオニテオクムラ、雷イジンとのタッグで CMLL デビュー。対戦相手はステューカイスフェンヘルへ込めた。2016年4月、CMLL。 トーニオグラン・アルテナティバ2016のタッグトーナメントに例エスコルピオンと出場。A ブロック1位通過。決勝で初のアレナメヒコメイン出場を果たす。結果はボラドール・ジュニアとスフィンクスに敗れ、準優勝。2016年9月、田中翔とザテンプラ・ボーイズとして拠点をアメリカに移す。リングネームはヨ。2016年9月30日。 ザ・テンプラ・ボーイズとして、ショート組、VS コルト・カワナダルトンキ。2017年7月1日、アメリカにて、第5試合で、吉シツ、ビリーガン、田中翔と組んで、フィンレイ、田橋、ホワイト、櫛田組と戦った。2017年7月3日、同にて、第1試合にて、吉シツ&、田中翔と組んで、フィンレイ、櫛田、ライガー組と対戦。 新日本プロレス復帰2017年10月9日、両国にて第3試合にち得組、六本木 3K として凱戦帰国。リコシェ、田口組が持つ IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦し、合体二 3K でリコシェから勝利を収め、初体感となった。2019年2019年7月、AB 東京にて小松洋平の題名のない作品展開催。 10月16日から開催されたスーパージュニアタグリーグ2019に参戦。RPG3K、石森太志にエルファンタズモ組、エルデスペラード、金丸義新祖の3チームが5勝2敗で公式戦を終了したが、直接対決の勝利により1位は鈴木軍タック、2位は RPG3K と決定したため、優勝決定戦に進出。 11月3日、大阪、大阪府立体育会館の第6試合で行われた優勝決定戦で、リーグ1位の金丸吉信エルデスペラードを 3K で破り、前人未到の3連覇を果たした。この試合終了後、エルファンタズも石森太氏2に襲撃され優勝トロフィーを強奪され、このイコンが、同、2020年2020年1月5日、第2試合で、 第60代王者組のイシュモリファンタズモと IWGP ジュニアタッグ王座戦を行う。試合はジュニアタッグならではのスピーディースリリングな攻防を展開。終盤、ファンタズモがベルト攻撃を狙うが、ロッキーロメロに阻止され、最後はファンタズモを RPG3K の新型体ギストロング X で沈め、IWGP ジュニアタッグ王座奪還に成功。 2020年6月16日から開催されたニュージャパンカップ2 0 2十に出場。6月23日の第1試合で武士と1回戦を戦うが武士に MX を決められ敗退。同試合で全十字陣体を断裂し手術。2021年3月21日仙台で開催されたニュージャパンカップ2021のオープニングで リング上で4月4日に復帰をファンに復帰を宣言。同時に、ショートのタックで、デスペラードカネマルの持つ IWGP ジュニアタック王座への挑戦表明を果たす。4月4日、復帰一発目の試合となる IWGP ジュニアタック選手権試合にて、新技ダイレクトドライブを初披露。この技で、カネマルから勝利を収め、ジュニアタック王座5度目の体幹を果たす。 また試合後に、デスペラードの持つ IWGP ジュニアヘビー級王座への挑戦表明を果たした。タックパートナーの書と比べ、比較的従来のジュニアヘビー級に則っ,ったファイトスタイルが特徴。また、藤波達次を源流としたクラシカルなスタイルも取り入れている。3 k ハット a b c d e f g h i j k l m 参考文献。 週刊プロレス2015年9月2日号、ページ71から74掲載、レスラーヒューマンストーリー、268から、小松陽平編より、ABC、プロレス学校出身、両親の影響で3歳からプロレス好き、11.19、ネバーでデビューする新人、小松陽平に直前インタビュー、新日本プロレス公式ウェブサイト、 2012年11月18日閲覧。ネバー第一試合。新日本プロレス公式ウェブサイト。新日本1.4東京ドーム大会棚橋 VS。岡田の IWGP 戦。中村 VS 半ブセの IC 戦。鈴木 VS 桜場。バトルニュース。2015年10月26日閲覧。保険見直し本ポプレゼンツパワーストラグル。スーパージュニア。 タグリーグ2019特設サイト2019年10月16日 -2019-11-03 www.njpw.co.jp 2020年7月17日閲覧パワーストラグル大阪大阪府立体育会館2019年11月3日第6試合 www.njpw.co.jp 2020年7月17日閲覧。レッスルキングダム14イン、東京ドーム東京、東京ドーム2020年1月5日第2試合60分1本勝負、IWGP ジュニアタック選手権試合。www.njpw.co.jp。2020年7月17日閲覧。要、膝について。六本木経よ用オフィシャルブログ。 立ち話もなんですから、パワードバイアメーバ。2020年7月17日、閲覧。ガ四4.4両国での復帰を表明。i w g p ジュニア、タッグ王座挑戦を予防。オープニング。www.njpw.co.jp。2021年3月25日閲覧。新日、小松洋平、恩師清監督がきれに。 これでバッチリです。サンスポーコム2015年10月26日閲覧。ありがとうございます。